皆川広照。皆川広照は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、大名。下野池皆川上主。下野栃木上主。下野池皆川藩主。信濃飯山藩主。日立府中藩所大藩主。皆川春秋の次男。水谷正村は叔父にあたる。諸世術に優れ、小生力ながらも噛みすぎ。北条、織田。 徳川などの時の権力者を渡り歩き、江戸時代の不い大,大名として、生き残りに成功した。山上宗司が関東へ下っていた際に、秘伝書である三条州二期を託された一人であること、皆川領内で狂言を催したことから茶道を始め、文化的にも造形が深かった人物と推測される。天文十七年、1548年下付、皆川、上州、 皆川春秋の次男として誕生する。幼い頃に、皆川城の鬼門を守る、皆川寺明院で修行をしたと言われている。当時、北関東は、越後国の上杉氏、相模国の後条氏らに大勢力の利権争いの、下中にあり、北関東に跋扈する小勢力は生き残りを図る、ために従属、離反を繰り返していた。皆川家も、例外ではなく、永禄四年、 1561年、春秋は、皆川家の市場である、太平山城に立ち寄った、上杉謙信を接待するために、高寺氏を、接待役に任命している。春秋は長男である広勝よりも次男である、高寺氏に愛情を注いだ。高寺氏は、春秋と共に、A66 年、1563年の河津城、攻略、A67 年、 1564年の榎本城攻略に参陣。また、春秋が元気三年、1572年正月、工場を宇治政、那須助種と連携し、主家である宇都宮氏の居城、宇都宮城を占領した際、宇都宮広綱の遊兵を高寺氏に命じている。春秋が天正元年、1573年、工場宇治政と戦い、 関宿で植杉方として内ち死にする、植杉謙信と戦い北上方として内ち死にした、説もあると、兄、広勝が当主となった。天正三年、1575年、高寺氏は北上方として、佐野氏の家臣である、平野久志国の守る阿波野城を、家臣の斉藤秀隆に命じて攻め落とした。天正四年、1576年に、 兄の広勝が二十九歳で急死したことから家督を継いだ。天正五年、1577年宇都宮方であった港中家に北条氏が大軍を持って攻め立てたが、これを防いでいる。同年、阿波の城主であった平野久志国の軍勢が港湾城の市場である河津良城に用地を行った。この奇襲で河津良城は炎上。城主であった、 川津ら中へは内地にし、一時城は陥落したが、南川家が奪回している。この川津城の戦いで命を失った中への、娘の日は、七広川津が今もなお語り継がれている。天正六年、1578年、上杉謙信が没すると佐竹氏を中心に、北関東の領主が連合を結び光帝氏も加入した。天正七年、 1579年に、北条氏が、佐竹氏、宇都宮氏、那須氏、結城氏連合軍と下宇佐国河川の原で、退陣すると、高寺氏は、北条方として参陣した。両軍の退陣は2ヶ月にも及ぶが決着がつかず、両軍は退陣した。この戦い以後、北条氏の北関東攻略は停滞することとなり北た、関東の混乱は収束していった。この頃、 高寺氏は、蜷川城の東の市場である、栃木城の拡張に着手。川津城下にあった窓下通り寺、城岸寺などの寺社を相次いで移築させている。高寺氏は乱世を生き残るために当時、勢力を拡大しつつある、織田信長への接近を模索し、天正八年、1580年、徳川家臣の中川忠康と信仰を深め徳川。 家康への接近を試みた。天正九年、1581年10月、中央政権と関わることの多い奇襲年頃寺で、修行していた叔父の玄介を道案内とし、家臣の関口岩見守を安土城へ使わした。取り次は、小田家臣、堀秀政が行い念願かなって、信長に黒足毛の馬を含む、名馬三頭を送って、吉見を通じたのである。 馬好きでもある信長は、大変喜び、天下府部の主院状と、縮みら百端、紅れない糸口五十欠、川五枚など、馬七頭分を贈答した。また堀秀政の添え状が添付された。当時の機内では、皆川氏の知名度は低く、信長らが、高寺氏に出した書状は、長沼や日立国二長などと名前を間違えている。信長は、 関口岩見守るの帰還における安全担当として、家臣の滝川和増に命じ、東海道の安全を保障した。また、関口は帰還の折、浜松城で徳川家康と面会し、家康は、高寺氏が信長に近づいたことを祝福して、高寺氏との今後の交流も約束した。土産として、宇治茶も送った。翌天正十年、1582年、 織田家の公衆征伐後に関東に赴任した滝川一正に仕えた。上野馬屋橋城を拠点とした一正に、高寺氏をはじめ、宇都宮国綱、佐竹義重などの関東の藩北条方領主は従属の姿勢をせたが、織田家は北条氏とも友好関係であったため複雑な外交を求められた。信長の死後、北条氏は突如だに反旗を翻し、 滝川和正と神奈川で退陣し、和正を打ち破った。この時、高寺氏は、佐野坊主が、いとこの水谷勝利らと共に、和正に同行し、家康と合流。武田氏医療の品の国、海の国をめぐって、北条、徳川、上杉らが争った、天正神後の乱では、徳川方として同陣し若巫子の戦いで、北条氏直と戦った。この後、 徳川と北条が和議を結ぶ。これにより北条氏の敵は北、関東のみとなった。真田領を除いて、上野国をほぼ手中に収めた北条氏による北関東侵攻は、以前に比べて激化することとなる。天正十二年、1584年、北条氏直が大軍を率いて、港川広照、宇都宮国綱、佐野宗綱、佐竹義重、結城春ともら、 藩法常連合とゲア国沼じり、現在の栃木県栃木市藤岡町で退陣した。双方の退陣は1頭0日にも及び、小競り合いはあったものの、決戦には至らなかった。しかし、藩法常連合の陣営では、鉄砲が大量に用意されるなど、一触即発の状態であった。なお、この戦いは、同時期に行われた、徳川家康と、橋場秀吉による小巻。 長久手の戦いと関連しているとされ、北条は、徳川と、藩北条方両主連合は、橋場と関係を結び、戦況次第では互いに援軍に向かおうとしていたという、説がある。この時期、高寺氏は藩北条方にもかかわらず、徳川栄康は、小牧長久手の合戦に関すること、総武事に関すること等、何通か書状、皆川文書を送っており、 孔寺氏から家康へ馬も献上されているため、友好関係は耐えていなかったようだ。この戦いは、約3ヶ月間にも及んだ。孔寺氏は、宇都宮方の退却口である、岩船さんを北条方に落とされたために、宇都宮方は劣勢に立たされ、同時に連合している佐竹方も北条方の、調略によって混乱していた。しかし、小牧、長久手の戦いが、 秀吉勝利の形で終結したため、徳川と関係を持つ北条方も劣勢となったため双方は和解となって終戦となった。この後、頼みの綱である、橋場秀吉が関東に軍を差し向けず、九州征伐に乗り出すと、北条方の北関東攻略は激化した。そのため、皆川城は小山城の法上うじてる、唐沢山次郎の北条氏、ただし、三部城、 カヌ城の義兄である、二部義雄など、北条方の勢力に包囲される形となっていた。天正十三年、1585年、高寺氏を討伐すべく、北条氏照が大軍を率いて、藤岡城に入城。皆川勢は、佐竹義重の援軍と共に、市場の太平山城に陣を敷いて、迎撃の構えを見せた。皆川方は、瞬間な太平連山で、 ゲディラ戦に持ち込もうとしたが、北条方は太平連山に突入し、太平山城の高寺氏の陣を大軍で包囲、太平山を炎上させた、北条方の放った火矢が、太平山の神社の本殿に燃え、移りと心境が、とてつもない光を放ち、隣の山へ飛んでいったという。この状況に双方は驚き呆れた。それ以来、北条が、 霊宝太平山の神々の怒りを買ったために、滅んだという逸話がある。この火災で、太平山の神社をはじめ、多数の神社仏閣が焼け落ちた。高寺氏は軍を交代させ、太平山の北の山である草倉山に陣を移すと、抵抗の構えを見せ百日に及ぶ抵抗をした。太平山を占領した、北条勢は草、倉山の皆川方面へ降りていきゲリラ戦が行われた。 草倉山は太平連山の中で最も皆川城に近い山であり、皆川勢にとっては排水の陣であったのである。この時皆川の麓にある観音堂の霊言である、霧が戦場に立ち込め皆川勢の助けになったという逸話がある。はじめは天然の山岳要害をうまく使い、優勢に戦った皆川勢だったが、数で勝る北条の大軍を前に、 皆川家臣が内死にを遂げていき、孔寺氏自身も自害を覚悟するほど劣勢に追い込まれる。合戦の情勢を見兼ねた徳川家康、佐竹義信の使者が孔寺氏の元に訪れ、北条に降伏することを勧めた。この降伏は徳川による関東総武事例の一環であるとの説がある。この草、倉山の戦いで皆川家臣の大半が内死に、 それらの死者を葬った千人塚が、現在も、激戦の地、宗倉山に残る。北条氏は降った、正大名たちに二度と寝返らせないために、北条の女を嫁がせた。高寺氏にはすでに妻、鶴子がいたが、北条氏政の幼女、中三角信綱の娘と結婚することになったのであ北条氏との戦いの最中、皆川城の四条の阿ー城が、 佐野方の平野氏に攻められ、落城した。皆川氏が北条に従ったことで、半北条方の宇都宮氏、佐竹氏にとって、脅威となった。天正十三年、1585年、法宇氏直が大軍で、宇都宮を攻めた。この時皆川氏は、北条法先陣を務め、城下を焼き払った。その年、高寺氏は、西方綱吉の守る、聖法上を落とし、 西方周辺にも勢力を伸ばしていた。天正16年1588年、宇都宮国綱が佐竹義重の援軍を受け、1万5千の軍勢で港川領に来襲した。港川軍は清瀬川に着陣。連合軍は四季、西方城に着陣した。この合戦で港川軍は交代し、諏訪山城に入城した。 連合軍が、諏訪山二郎三月十六日に落とし、続いて、マナコ城、かぐら岡城が落城した。港赤信の被害の民部が、内ちに覚悟の高寺氏に手勢をつけて密かに、布袋が岡城に逃げさせた。高寺氏は、宇都宮軍の、羽賀が守る、逆面、巣を守るに追い回され、山伝いに落ち延び入城した。三月十七日、連合軍は補定が、 お城に攻め寄せ、高う氏らしは自ら指揮を取り、大量の弓げ砲で応戦。うんつきてかなわぬ時はうちじには、武士の本意、とうちに覚悟で牢状した。連合軍は、城の大手、からめてを二重囲んだが、み川軍の奮戦により、一気も城門に入ることは、できなかったと言われる。その時、急に空が曇り、激しい雷雨となった。連合軍がひるんだ隙に、 皆川軍は城門を開けて、総攻撃を繰り出し、乱戦となった。敵味方の死所の地が、雨と共に流れ、川が地に染まり、その川が、赤欠川、赤津川と呼ばれるようになったと言われいる。連合軍は冷やを放ち、城中から火災が発生。落城寸前となり、高寺氏は城を抜け出した。連合軍が追撃する者の山中に引き込まれている、ことに気づいて停止。 さらに三分吉雄が宇都宮に進軍中という知らせが入り、連合軍は軍を引き上げた。補定が、岡城は、それ以降廃城になったとされる。天正十六年、1588年12月、前年に佐野方の平野市に奪われていた、阿波野城を奪回すべく皇寺氏は、家臣の斉藤秀隆に命じて、阿波野に出陣し、大激戦の末、 秀隆が討ちを遂げながらも十六日に攻略。落合と訓流道を城代に置いた。この戦いで城が焼け野原となり、死体が山を作り、死臭が原因で、里人の往来も消えたという。またこの年、光寺氏は父、春秋が、南川城の西側の田に山に創建した、すぐる神寺を森山に移転。四世の僧虎が今川氏の出身で、 徳川家康と旧地の中だったために、家康が移転婚流費を出した。それ以来、北条氏との草草山での戦闘で討ち死にした兵衛を弔い続けている、すぐる新寺の演技より。天正十八年、1590年、秀吉の小田原征伐の時、高寺氏は北条宇治寺に属して、小田原城地区裏口を守備していたが、 同年4月8日の夜に密かに城を出て、以前よりつながりを持っていた徳川家康に投稿して、領安堵された。後寺らし不在の皆川城は、上杉影勝らに攻められ、家臣の抵抗を虚しく落城したと伝えられているが、実際にはその後の発掘調査や史実との兼ね合いから、落城ではなく戦わせずに会場しと見られている。この時性質や子息は、皆川家臣。 関口田島の側近、明石太郎と共に、元皆川赤信で西山田の白石正義の屋敷に、かくまわれていた。明石は、その後、敵に見つかり大中寺で果てた。また、宮川城内にあった金の鹿が、太平山に埋められたという伝説も残る。本領を安堵された、高寺氏は居城を、宮川城から栃木城に移し、 西側を流れる渦間川を外堀に城下町を整備した。これまで、港川氏は栃木町に新名宮、満福寺、金龍寺など数々の寺社を移転させており、春秋の時代から栃木町整備は始まっていたとされる。また、高寺氏は、積極的に大見商人を誘致し、野修朝を基盤に商業の発展に尽力した。これが現在に残る蔵の町の原型である、 金龍寺雑記より、朝鮮出兵が始まると家康に従い名古屋城に着陣した。慶長五年、1600年の藍津征伐の際には、徳川秀忠に同行して、宇都宮に行き、また下月大田原城を、水谷勝利、大田原春樹よらと共に守った。その後、鍋係に陣を敷き、上杉氏の南下を防いだ。このこの伊佐は秀忠に属して、 品ナ国上ェ城を攻めている。慶長六年、1601年正月、十四下に除位された。慶長八年、1603年、幼少期より養育していた、家康の六を、松平忠寺のご不可老となり、忠寺が、品ナ川中島藩主となると、品ナ国内で四万国を加造されて、飯山城を賜い、旧地と合わせて七万五千国を領した。しかし、 タダテルは幼い時から粗暴であり、コーテラしらは還元をたびたび行うが、タダテルの態度は一向に改まらなかった。そのため、慶長14年、1 6百9年9月、コーテラしは、伝訳の山田和時、松平清史家と共にタダテルの行状を、駿府の家康に訴えた。それを聞いた、タダテルも駿府に駆けつけ、逆に、 コテ寺シラの老臣が政務を牛耳っていると訴えた。家康は、忠だの言葉を聞き入れ、孔寺ラシラが過労として、不適格ということになり、10月27日に、改役されてしまった。改役後は、京都の知社院に適審。その後、停発して、老補債と合した。大阪夏の陣では、着難の劉伊佐と共に徳川方に参戦。現那9年。 1623年5月に、斜面されて、徳川家光につけられた後、12月28日に、日立国にイハーリ軍府中で1万国を与えられた。寛永2年、1625年4月に、嫡男の劉井竿に家督を譲って隠居した。大勢によってお話し集、おとぎしとして途上することもあったが、2年後の寛永4年、 1627年10月22日に80歳で、没した。高寺氏は千瑠璃の弟子である、山上宗司と信仰があり、璃宮の茶の湯秘伝の書である、三条州二期を送られた一人である。きっかけは、天正13年、1585年の、寝頃焼き討ちを前に、豊臣家を離れた宗司が、高野山で、 高寺氏の叔父である玄介と出会ったことが始まりであると考えられている。宗寺は、天正十六年、1588年5月から、北条領国に入った後、高寺氏と2年ほど茶の湯を通じて信仰があったと、される。天正十八年、1590年、小田原城に牢城した高寺氏は宗寺に血板生死をもって、秘伝を恋願ったと言われている。 このことから高寺氏は文化的に高い関心があったと考えられる。また、下付皆川にわび茶が広まることは、中央と地方の文化的交流の観点から重要な意義を持っている。宗治は小田原城を脱出する高寺氏に同行し、豊臣秀吉に投降した。4月10日に利休が間に入って宗治は秀吉に許された。しかし、茶席において、 秀吉の怒りを買い、初段されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。